縛りプレイ、始まります。能力爆発の恩恵を受け、初めての J1 優勝、さらには年間王者にもなりました。今回は7年目に突入するというところから再開です。J1 に J リーグカップを優勝、ニューイヤーカップは落としましたが、7年目に向けてどうしていくか、という意味も兼ねて成長確認をしていきます。世界屈指レベルの選手があまりいないせいか、能力爆発しまくりの我がクラブ。逆にグラフが楽しみでもあります。黄色い部分をたくさん見たい。総合力は大きくなりました。中堅ベテランが多いので伸びしろは少なかったのですが、その少ない部分を伸びきったみたいですね。では、個人の成長へ。キーパー森田はうっすら成長ですが、全然いいです。どこまで伸びるのか。センターバック神谷は、まずまず成長、ディフェンダーだけあって、ディフェンスが伸びています。榊原は少し成長、ミッドフィルダーみたいな形です。ちょっと苦しいかな。ベテラン伊藤は頭打ち、世代交代もしたいですが、契約延長をするか、悩みます。右サイドバックの平山はうっすら成長。将来的には入れ替えたい選手ですが、あと2年は主力としてやってもらいたいです。プルガノンは少し成長。かなり大きくなりました。すっかりチームの柱として君臨しています。ベテラン大森、能力爆発を2回し、すっかり柱となっていますが、どこまでやってくれるのか。ベテラン金沢、まだまだ戦力ですが、自由契約にするべきかは、若手次第です。ベテランキム・ゴンス、若手のミッドフィルダーが控えているので、卒業間近です。来年限りかな。フォワード竹本、若い方ですが頭打ち？能力が高い若手が育てば入れ替えたいです。テイマークはうっすら成長、能力が高いというほどではないですが、いい点取り屋です。ボランチ山田はうっすら、ダイナモスタイルで走り回ってくれています。サイドハーフの鳴尾は少し成長していますが、契約延長はちょっときついです。枠を開けましょう。控えのアモルド、契約がもう1年残っているので置いておきますが、使う機会はほぼないでしょう。ユース上がりの上杉、完全晩成型のサイドバックなので、ゆっくり育てます。サイドバックの力、じわじわ成長していきます。ベテランがそろそろなので、彼の出番は近いです。オフェンシブミッドフィルダーの菅、スタイルがないので放出したい気持ちが強いです。奈良橋も同じ理由で放出したい選手となっています。枠も開けたいですしね。フォワード森山は少し成長、序列は一番下なので、契約が切れる来年限りかな？フォワードの奈良はまずまず成長、いい感じに育っています。主力組になるのも近そうです。さらに上のレベルになるには、補強ですね。それが大事になっていくでしょう。6年目はこれで終了です。43億近い黒字。スタジアム建設とかもしたいですね。では7年目。e スポンサー契約もしたいですが。今回もメインスポンサーは5億付近のところが多かったのですが、またちょっと条件がきついというところばかりだったので。結局2億足らずの起用と契約、縛りは大変だなぁ。サブはコンビニと契約し、あまり高くない収入となります。テレビ局は、1億2000万のところを継続。次は契約更改ですが、必要な選手は6人。ベテランの契約延長が迷いますね、どうするか。結局、伊藤、大森、竹本を残し、他の3人は自由契約にしました。
金沢はここでお役御免です。かかった金額は6億ちょい、ベテランが多かったので、多少かかっています。監督は契約が終了。新たな監督を探します。スカウトは2枠空きます。1人誰か欲しいところです。まず監督ですが、オフタスさんが出てくるわけもなく、フォーメーションコンボという、別な坂つくで言えば、チームカラー、能力アップができるものがあるみたいなんですが、それを意識しつつ、でもまだ遠いので、適当に浅野という監督にしました。スカウトは、小島太一という人を雇いました。新人探索が少しだけ良さそうだったので、妥協ですが選んでいます。運営計画は相変わらずの据え置き。キャプテンは大森。キャンプはヨハネスバーグへ、ダカールに行きたすぎてアフリカにしました。さて、大事な新人獲得です。ぜひお願いします。まず優先新人ですが、キーパーの松田茂勝を見つけていました。レベル的にはレッズにいた続きくらいでしょうか。あとはフォワードの増永、この二人がいい方ですね。まずはこの二人を獲得。特に松田いいですね。森田よりも一回り上だと思うので、能力爆発でもすれば一気に超えそうです。次は全体の新人獲得。ディフェンダーが欲しいなぁ。お、いいディフェンダーが二人います。ジュビロの山西と江端。できるなら二人欲しいです。絶対交渉します。あとはそこまでビビッとくる人はいなさそうです。ディフェンダーの補強はしたかったところなので、ぜひとも欲しいです。山西は早熟なので、即戦力の意味合いが強めですが、代表レベルなのですごくいいし。井端も架空選手の中ではトップレベル、こちらもかなり良いですね。二人とも、特に井端にお金を多く積んで交渉です。まず山西は成功、素晴らしい補強です。そして井端は失敗、結構お金を積んだんですけどね、仕方ない、山西だけでも十分良いです。その後3人が入団、満足度は結構高いです。将来的にも強くなるためには必要な戦力になるでしょう。この縛りをやっていると選手名鑑は埋まっていきます。でも、絶対やりませんよ。全て埋める、みたいなことは、大きな仕事の依頼としてならやるっていうほどのレベルですもん。選手名鑑のページが66ありますし、1ページに数人いるし、誰がどこに入るか、外国人も入ってくる。数百年かけないと埋まらないかもしれません。今回はここで終了します。井端を逃したのは痛いですが、それでもいい補強ができたと思います。ご視聴ありがとうございました。